厚生労働省は2022年度の公的年金の支給額を 0.4% 引き下げると発表しました。支給額を決める指標となる現役世代の賃金が新型コロナの影響などで下がったためで、4月分から適用されます。国民年金の支給額は40年間保険料を払った満額の場合で月額で259円下がる64,816円になります。厚生年金についてはモデル世帯で903円下がり、月額219,593円になります。